ても暑い日が続いておりますが、あと1日と半分、皆様水分補給などをして、暑さ対策を万全にしてお祭りを楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆様ね、体調管理まで心配してくれる優しさが出ておりました。お願いします。安城七夕祭りにはイベントがたくさんございますが、グルメを楽しむイベントなどもございますので、残りあと1日ございますけど、はい、ぜひ皆さん楽しんでいってください。はい、ありがとうございます。ではお願いします。そう、このラジオをお聞きのまだ安城七夕祭りにいらしてない皆さんも、このように盛り上がっております。安城七夕祭りにぜひ足を運んでみてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、安城七夕祭りは一日中楽しめるお祭りですので、皆さん今いらっしゃる方も、まだお越しになられてない方も、ぜひどんどん楽しんでいってください。はい、ありがとうございます。では最後お願いします。はい、今日5時35分頃から、願い事風船の伊勢飛ばしを行いますので、ぜひ皆さんお越しください。願い事を一緒に飛ばしましょう。もうね、たくさんの方がね、皆さんを見に来てくださってます。この後もね、いろんなところでもいろんなことを、ね、しているということなので、ぜひね、追いかけていただきたいと思います。この時間は安城七夕親善大使の皆さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。